高島小金地高島小金地から1922年3月28日は、明治期の実業家、日清豆粕製造初代社長、大倉木八郎の女性で、終始その片腕となり、大倉組副頭取を務めた。上野国江橋氏に、氏族高島雄八の長男として生まれる。19歳の明治2年に、 慶応義塾卒業後道塾の講師を3年務めた後、政治活動に転じる。明治19年と米市、3年後に帰国して、大倉木八郎の軍需品輸入会社、内外用足会社に入り取締役となる。内外用足会社を解散し、合名会社、大倉組の創立に参加し、副頭取に就任。大倉組では、海外貿易を担当し、 シナ方面への兵器弾薬の輸出、インドの茶畑、南アメリカに向かって木材輸出を担当。満州にて日清豆カス製造社長となり、明治20年に日本製菓、日本企画を設立し、大倉商業が高理事となる。その後、韓国全林商業学校評議員などを歴任。長田町の自邸で亡くなる。去年62、没年16位に上された。 ABC 会員追登録 P45 日本工業クラブ1925ハット ABC 高島古近寺人事更新録第4版大正4年1月高島直一郎人事更新録第8版ラジャポネーズ矢島緑地区書処方1990年 P263 マタキチカオ人事更新録第8版 ありがとうございます。